人殺すんじゃなくて下げ詰まれたアスペルガーや精神障害者をいじめたやつに復讐したいんだよ。僕2チャンネルとか馬鹿の妹の YouTuber とか復讐の仕方を教えてほしい。どういうタイプの復讐によるかなんですけど、頭がいい人であれば後ろから近づいて殴って証拠もなしに逃げ切れるっていうのは可能だと思うんですけど、多分頭が悪いと捕まると思うんですよね。で、捕まった場合、その復讐をしたことによって結果としてそのまま精神病棟に入れられてしまうとかで、よりきついことになっちゃうと思うんですよね。なので相手にバレないように復讐をするっていう形でいくと、まあ、でも怪文書とかになっちゃうんですけど、ただ怪文書の場合ってある程度その人がやってそうだよねっていう信憑性がないと、そのおかしなものがあるよねで終わっちゃうのと、あとその怪文書をどこに配るかで相手にも気づかれなくて、単によくわかんないチラシばらまいたけど誰もダメージがないっていうパターンもあったりするんですよね。なので、なかなか、その、相手の状況と、あなたの状況とスキルというのが分からないと、ちょっと具体的なアイデアをするのは難しいかなと思うんですけどね。はい。で、復讐をして何が得たいのか分からんっていうのがあるんですけど、復讐をすることで多分、スッキリしたいんだと思うんですよね。ただ、僕が知る限り、復讐をして、スッキリして、忘れられたっていう話って、あんまり聞いたことないですよね。結局その復讐をしたとしても、その何かやられたという、その、過去が変わらないのと、自分の状況も変わらないんですよ。要は復讐すること、例えばその、なんかじゃあ、過去にひどいことをされたから精神障害になりましたという人が復讐をしたとしても、その過去にひどいことをされたせいで精神障害になったという経歴は変わらないし、復讐をしても精神障害が治るわけではなかったりするんですよ。その、要はその原因がなく、その原因の人に復讐したからといって精神障害が治るわけでもなく、単に精神障害はそのまま、ただ過去のことを思い出した時にちょっとスッキリ要素はあるかもしれないんですけど、精神障害になって今も精神障害であるという事実は復讐をしたとしても変わらないんですよね。なので、その自分が幸せになるために何をするべきかっていうのを考えると、僕は復讐っていうのはあんまり効率いいわけじゃないんじゃないかなと思うんですけどね。